皆さんこんにちは、モリタンドラムスクールのモリタンです。今日はですね、なんと、まあ、最近僕あのマイクを買ったんですよ。ドラムのマイクセットっていうのを買ったんですけど、それを今日はちょっと開封していこうかなということで、開封動画を撮ろうと思います。 YouTuber らしいね、動画を今日は撮ってみようと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで、こういう感じです。段ボールはすでに開けて処分してます。このマイクセットを買ったんですね。これはオーディックスというねメーカーのドラムマイクセットですね。これは F シリーズと呼んでいいのかな。これがバスドラム用のマイクですかね。これがちょっと大きいやつがバスドラム用のマイク。そして、同じタイプのやつがねこう3つあるんですけど、この F2 かな、 F2 が全部でこう1、2、3個あるんですけど、まあ、これがハイタム、ロータム、フロアみたいな感じで、まあ、タムに付けられるマイクですかね。そして、これが、F5、F5 が、これがスネア用のマイクですかね。スネア用のマイク。そして、ここの、これが、コンデンサーマイク、F9 って書いてあるやつ。まあ、これ、このコンデンサーマイクが、シンバルのね、このシンバルのこの右側左側に付けられるやつですね。これがこのマイクセットではコンデンサーマイクが2本 F9 のやつが2本ついてて、で一応ハイハット用にもう一個欲しいなと思いまして、このハイハット用にもう一つ同じ F9 を買ってみました。でこれにはなんかこの止めるやつですね。このハイタムとかにこうガッて挟んで、ガッて挟んでマイクをつけれるようなやつとかが付属されてるというようなことですね。まあ、コンデンサーマイクのことね、タモリさんがつけてるようなやつとかも、ついてたりとか、そんな感じですかね。そしてまあ、これはまた別で、まあ、ケーブルを買いました。5メートルが5本、で10メートルが4本ですかね。はい、こんな感じで。買ってみました。でこれがオーディオインターフェイスと言われるものですね。マイクをこのね、このソケットにつないでパソコンにつないで、録音ができるというねオーディオインターフェイスというものなんですけども、僕のレッスンスタジオの前のオーナーがやるわー言ってくれたやつなんですけど、タスカムの、US1800 というシリーズで、多分ねちょっと古いんですよね。ちょっと古いんで、果たして本当に使えるかどうか、僕今こうやって開封動画みたいなの撮ってるけど、これ実際に使えるかどうかわからないんですけど、まあ、ちょっとね実際に繋いでみたりとかしつつ、まずはこのオーディオインターフェースが読み込むかどうかっていうのがまず先決なので、まずこれをパソコンに繋いでみたいと思います。はい、無事電源が入ってたんで、今 Mac の Logic Pro っていう Mac 純正の DAW ソフトを今立ち上げて、それが同期できるかどうか、これが使えるのかどうかを今やってみます。これどうやって設定するんかな。でおそらく、このタスカムの US1800 を Mac で使うためにはドライバーをインストールしないといけないってことですよね。なんかわからんけど、タスカムの公式ホームページから、ドライバーのなんかダウンロードを今してみてます。これができるかどうかは全然わかりませんが、これは使えへん感じかな。皆さんこんにちは、モリタンドラムスクールのモリタンです。レックしようとしてから、ちょっと数日経ちまして、オーディオインターフェースが使えないということが判明したんですよ。そうそう、あの後ね。で、オーディオインターフェース新しいやつ買いました。でタスカム US1608 かな、呼び方がわからん。これですね、タスカムのオーディオインターフェース買いました。もう本当にお金かかりますよね、音楽ってね。なんで音楽ってこんなにお金かかるんやろうなと思いますよね。本当に説明書が入ってますよ。こう説明書が入ってまして、はい、こう発泡スチロールにこうちゃんとくるまれております。オーディオインターフェースですね。はい、あチャンネルで、ほんまにこの前のやつのなんか進化バージョンみたいな、なんかそんな感じです。これをちょっと先に設定して、でマイクをつけたりとか実際に撮っていくのは
ちょっと後でやろうと思います。まずはちょっとねパソコンに設定してやってみます。はい、ということで紆余曲折ありましたが、無事つながって環境設定もできました。そうですね、 Mac の方も環境設定できたんでこれで使えると思います。ちょっと今日は時間がないので試せないんで、また後日スタジオに入って実際マイクつなげてみて、ドラムを撮ってみようと思います。はい、ということで、数日経ちまして、今回はこのスタジオを借りしてドラムセットをちょっと使って、まあ、実際に、この前買ったマイクオーディオインターフェースをちょっとね試してみたいと思います。まあ、あのマイクつないでみたりとかして、実際に音を取ってみて曲にも合わせてみたりとかして、このマイク使ったらこんな音になりますよみたいな、こんなやり方ですよみたいなことを、まあ、ざっくりざっくり説明させていただきます。まあ、僕もわからないことばっかりなんで、まあ、これをやっていきながらいろいろ勉強していけたらなと僕自身も思ってます。それでは行ってみよう。はい、ということでドラムのセッティングができたんで今からマイクをセッティングしてみます。もうね言っときますけど、めっちゃ勘でマイキングするんで、まあ、こういうのって経験値やと思うんですよ。いろいろやってみて、まあ、この空間にもよるやろうしドラムセットにもよると思うんで、あ、こういう組み合わせの時はこういうマイキングしたらいいんやなっていうのを、まあ、どんどん経験していくことだと思うんで、だから勘でいきます。はい、というわけで、マイクを今からセッティングしていきます。セッティングできました。ケーブルごちゃごちゃですいません。もう本当に見よう見まねでやってるんで、やってるかどうかちょっと全然わかりませんし、コードもぐちゃぐちゃですいません。一応ねなんかこういう感じで、8チャンネル、オーディオインターフェースにマイク挿して、まずこの1チャンネルが、バスドラムですね。で、2チャンネルがこのスネアドラム、まあ、こういうなんか真ん中を狙ったらいいとかっていうのを YouTube で見たんで、まあ、ちょっとそっちの方向に向けてます。で、3がハイタムですね。ハイタムもこんな感じでセッティングしてみて、で、4がロータム、5がフロアタムですかね。フロアタムこんな感じですね。で、6チャンネルが、この左側、ハイハット側のコンデンサーマイクですね。まあこれ高さもね、よくわからないんですよ。どれぐらいがいいのかわからないんで、撮りながら調整をしてみたいと思います。ライド側のコンデンサーマイクですね。これは、なんか、ライド寄りをね、ちょっと狙った方がいいのかなと思って、ちょっと気持ちライド寄りにセッティングしてみてます。そしてハイハットですね。これもね、よくわかりません。なんかこんな感じやったなっていうぐらいですね。なんか話しすぎるのかもしれんし、もしかしたらこれを、この暮らしをうるさく拾いすぎてしまうかもしれんし、ちょっとそれは撮りながら調整をしています。はい、こんな感じで無事セッティングができたので、ちょっと今から大急ぎでちょっとパソコンにつないでやってみたいと思います。はい、今から設定をしていくんですが、なんか今ね全部このインプットが1にこうやってねなってるんで、これをインプット、まあ、1のままで、これ2にしてみます。インプット2、インプット3、インプット4、インプット5、インプット6、インプット7、インプット8ということで、今からちょっと設定をしています。これがうまく取れるかどうかちょっとわからないんですけども、これで一回ちょっとドラム叩いてみますね。よくわからん、固まった資本で
あ、いい感じっすね。あ、スネア。うん。ハイタム、ロータム。いい感じじゃないですかね。これで取れるので、ちょっと軽くチューニングしたりとかして、で、ちょっとだけスネアとかタムとかミュートして、ちょっと曲を取ってみようと思います。それではちょっとね、叩いてみた的な感じの、テストをね、してみたいと思います。僕がサポートさせていただいてる京都のロックシンガーのヨウさんのクライムという曲を、まあ、実際にちょっとね、こう叩いてみて、うまくできるかどうか試してみます。レディーゴーで走らない無事撮り終えましたね。まあ、なんかこんな感じで、ちょっといろいろ1時間半ぐらいちょっとね試行錯誤してやってみたんですが、まあ、無事ねちょっとハプニングもありながら撮り終えてみたんで、まあ、今回ね買った、オーディックスのマイクセットと、オーディオインターフェース、まあ、こんな音になりましたよみたいな感じの、参考になればと思います。はい、本日はどうもありがとうございました。はい、また、これでもしかしたら今後いろいろ動画を撮るかもしれないんで、またよろしくお願いします。はい、こんな感じで、さよなら。